なたがこの手紙を読んでいるということは、きっとすべて片付いた頃ね。私がこの船にどんな思いを込めているのか、どうしてこの船をそんなに大切にしているのか、そんなことを何度も聞いてきたでしょ？ケルシー、私の答えはね、このロドスアイランドという船があなたの家になってほしいと願っていたからなの。理解されなくとも、我々は皆自らの道を見つけられる。ドクター、君も君の道を見つけられるだろう。あとのことはお願いします、ケルシー先生。しかし、君はどうする？私は理想の中に消えていく。でも彼女は朽ち果てる全てを燃やし尽くす炎となるでしょう。アーミアを頼んだわ。さようなら、テレジア。今、あなたが初めに抱いた疑問を解き明かす時なんじゃないかしら。長い長い夜の後には、ロドスアイランドにもきっと夜明けが訪れるわ。